片町スクランブルナイトまずは夜の片町紹介のコーナーです。スタジオにはサントリージガーバーセントルイスのマネージャー安田たけさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しお,しますお久しぶりでもないか去年ねそうですねはいご登場をいただいて、はい 6月のことでございましたけれどもはい、はい、その時以来の登場と、うんはい、いうことになりますけれどもいいね,、はい、ねだからかれこれ10か月ぐらい、ねうん、そうですね、はいうん、でよね。でまあ、去年から今年にかけてって本当にねいろいろとこう逆風がいっぱいだったとは思うんですけれども率直にこう振り返っていかがですかそうですねだから前回出たのが6月ってさっき聞いて、まあ、もっと最近だったような気がしたんで6月からこのね 4月まで1年弱ですけど、うん、まあ結構あっという間に時間が過ぎてるんだなっていう感じですね。前回ご登場いただいた時には、うん、でそのお酒夜のイメージからちょっと一転した感じの、ねうんはい、新しい取り組みをご紹介いただいて、うんはい、プリンあ。そうですねプリンはい、はい いかがですかその後。まあ人気ですねその後。最近はあのオンラインショップであのまあ県外の発送もしてるんですけど、結構いろんなところから注文も入るようになってきて、まあリピートのお客さんも増えて、はい、まあますます人気が高まってる感じですね。ね、あのセントルイスのインスタ拝見してて、あのプリンの会もあったじゃないですか。そうですね。あのタイミングで何個たいあの 作ってると書いてありましたっけ。ああ、でも、あ、五千個かな。だから、<laughs> そうですね、1> 1<日>累計で一日じゃないですよ。あの、ここ<ー>あの、ちっちゃい厨房で、あのシェフが手作りなんで、一<ー>日に作れる数っていうのは限られてるんですけど。いはい。えー まあでも去年のその頃から始めてそうです、ね、もう5000個以上を手作りで5000って、これ、すごいですよね、ね大変だと思います。5000回の、まあ、5000、一個ずつ作ってるわけではないんですけども、はい、かなりの繰り返しの工程で、でもじゃあ、それはこう新しいコロナ禍でのチャレンジというか、動きとしては、そうですね大きな動きですよね。 だから店の名前が店内だけじゃなくて、外にも出てくんで、やっぱりお土産で買ってかれて。ね、うん、あの、いろんな方に配ってくれるお客様もいたりとかするんで。はい。まあ、そういう面では、宣伝効果もあるかなと思います。うん。そして、まあ、通販でも、今は対応なさってると。そうです。通販でも。はい。どうですか、実際にお店にこう買いに来られるのと、通販で出る分と。こう、パーセンテージで言うと、何割なの。あーまあパーセンテージだと、まだまだやっぱお店に直接の方の方が多いですけど。うん、はい。まあ、そのうち。 この勢いで言ったら逆転する時も来るのかなっていう。<ー>まああとはシェフがねどこまで対応できるか。そうですよね。<laughs> そう。だからあんまり大量生産して品質を落としてもダメなんで、うん、その辺はもう品質第一で。 ね、今の味を守りつつ少しずつ増やしていきたいなと思いますけどね。ですね。そのうちね「いやもうプリンばっかり疲れたわー <laughs>、ね!」<laughs> ならないといいなと思いつつ、はいはいね、あくまでもジガーバー、はい、セントルイスということでお酒を楽しみつつ、はい、いやでもそうかそうやって凝り固まる必要はないのかでも逆にね。こういう時だからいろんなことに挑戦できるし、うん、ねその辺は柔軟に。 やっていきたいなと思いますね。ねはい、安田さん自身もやっぱりね。品質チェックでプリンを試食する回数も増えたでしょ。うん、あそうですね。はい、実際は甘いの好きなんでしたっけ？あ好きです。はい、美味 <laughs> しいです。はい、はい、<laughs> ということで、また次なる展開がね。はい、出てくるかもしれません。けれども、プリンについてはそんな感じ。はい、そしてまあね。あのー。 さらなる取り組みというかですね新しい展開なんていうのも踏み込んでらっしゃるんですかそうですね、最近ちょっと力を入れていこうかなと思うのは、まあ、土日あの3時からオープンしてるんで、はい、まあ3時から夕方6時ぐらいまでのカフェタイムを、まあ、もっと有効にいろんなことを提案していけたらなというふうにはこれコロナ前はカフェタイムっていうのはまあやってなかったですね、以前は、コロナ前は6時にオープンして、はい、はい、午前3時までの営業だったんですけど。 まあでもまあコロナになってまあ夜営業できなくなって昼から開けるようになってって中でまあちょっと早い時間明るい時間もちょっと可能性あるなあっていうところで、はいそこをこれからちょっと広げていきたいなっていうはい。はい。土曜日と日曜日。そうですね。今土曜日と日曜日は午後3時から開けてます。はい。クローズはちなみにクローズは土曜日は一応午前3時まで、で日曜日は午前1時まで。はい。 でそこは変わらずのですね。ということで早い時間から楽しめるようになってそ,、ねはい、そして、まあ、カフェタイムとは言いますけれども、うん、その時間も、えー、お酒を飲むことも可能そうですね。 あのお酒をはいその時間も楽しんでいただけるようにその時間楽しめるお酒っていうのをちょっといろいろと提案してますねその時間飲めるのって本当お蕎麦屋さんぐらいだったんですよね昔はそうですね昔はそうですね昔はお蕎麦屋さんに行くとまだ日が高いうちからお酒飲めるって言ってお蕎麦屋さんに行く方がねおじいちゃんとか多かったと思うんですけれども今はそんなことしなくてもちゃんと美味しくいただけるははいいそしてそのカフェタイム新たな商品といいましょうか飲み ものそうですねまあ今取り組んでるのは和菓子屋さんとちょっとコラボして和菓子とカクテルのペアリングっていうのをはいその時間限定で今方法ねこれちょっとね今までのジガーバーセントルイスではなかった取り組みですまあ初めてですねはいということで映像がお写真があるはいちょっとねご覧いただきましょうかおしゃれこれはこれは えっとまあ、お菓子はあの坂工房太郎さんという、まあ、金沢の和菓子屋さんなんですけど、はい、まあそこのようかんと、まあ、それが、まあ、いろんなようかん作ってらっしゃるんですよ、うん、あのカカオチョコだとかホワイトチョコとかそれぞれの味に合わせて、えーまあ、カクテル、まあ、双方がペアリングで楽しんで。 より一層美味しくなるようなカクテルをちょっと合わせて考えて。はい。でセットで出せる形です。ねなるほど。ということはあの下にね、今えっと白と。ピンクで。ちょっとこう消しゴムのように見えるかもしれませんけれども、これが。ええ、羊羹の。外側パッケージですね。手前に並んでいるのが。はい。小豆の羊羹でした。かこれ。は小豆の羊羹です。はい。はい。で後ろが。そうです。ゆずのカクテルなんですけど。あの金沢の。ゆず蜜を使って。 ジジャパニーズジーンを合わせて、はい、であと、まあ、卵白も加えて、まあ、少しあの包み込むような感じの、はい、柔らかい味に仕上げて小豆に柚子ですかそうですねはい<ー>まあ小豆自体が上品な甘さなので、うん、まあで,柚子でちょっとさっぱりさせて爽や,爽やかな感じでっていうので<ー>、はい、そしてこちらがこれはえー、っとまあかんは濃、えー、茶 お抹茶の洋観ですねうん、うんで。それに合わせてるのがあの桜のリキュールを使ったカクテルです。うんはい、で、まあベースには金沢の純米酒。<ー>はいで。それに甘酒を加えて、<う>はい、カクテルにしてます。あ、ね、ーこれ、うん、面白いですね。そうですね。うん、はい。まあなるべくこうカクテルの方も地元のものとか和の素材を使って、うん、はい。で、まあ和菓子とも。 合うううよにっってていことを考えながらやますすねどでかそのさっきのゆず蜜にしてもこの桜のリキュールにしても比較的飲み当たり口当たりはそうですね口当たりは優しく仕上げてますやっぱりまあ時間帯がまだ明るい時間なんであまりアルコール感を感じないようにちょっと優しめにしてはいまあお菓子とも合うようにっていうことですねはいなるほどなるほど今2種類ご紹介をいただきましたまだあるんですね これまあホワイトチョコのようかんに、えー、抹茶ラテのカクテルっていうことで<ー>で、まあ、下の茶色い部分が和三本のシロップ<う>でこれもあのジャパニーズジーンを加えて、うん、でミルクで割って最後、まあ、お抹茶を立てて上からフロートさせる<ー>で最後金箔ふりかけてっていう<ー>で、まあ、お抹茶もあのちゃんと一回一回注文を受けてから立てるんで<ー>えー で抹茶立てるのを僕らが立てることもできますしお客様で自分で立てたいという方もいらっしゃるので、えー、そういう方にはあのお抹茶のセットを出して最後自分でお抹茶立てて仕上げていただくという面白いそんな心得もあるんですか、はい、安田さん僕そうでですすねあの短い期間ですけどちょっと お茶もはい、あらすごいな、はい、少し習ったことありましたは,いはいそしてこれがこれが「加賀棒茶」のアイリッシュコーヒーとカカオチョコのようかんですねへ<ー>、はい、え加賀棒茶そうですあのまあアイリッシュコーヒーっていうカクテルはあのアイリッシュウイスキーとコーヒーのカクテルでもうあのスタンダードであるんですけども、うん、えっとまあここではアイリッシュウイスキーに加賀棒茶をインフュージョンして、うん、ウイスキー自体に棒茶の香りをつけて そのウイスキーで、えー、アイリスコーヒーを作るっていうことで,は<ー>で、まあ、最後ちょっと紅茶を上に振りかけて紅茶の香りを際立たせて、はい、一手間も二手間もかかってる感じです、ね、すそうですねちょっと手間かけてますねやっぱり、まあ、普段まあ夜の営業ではちょっとここまでできないかなっていうところも、まあ、カフェタイムだから少し普段以上に手をかけたこともできるかなっていうところでは,<ー>はいで あのウイスキーのアイリッシュウイスキーとこう口当たりに対してカカオチョコの羊羹、はい、そうです、ええね、だからようだけどチョコのフレーバーなんですね生チョコみたいな、うん、まあこのカカオチョコの洋うは太郎さんの結構人気商品ですけどあ、ええ、美味しいですねこの4種類がカフェタイムのニューカクテルとしてお目見えしていると。そしてて今ねこれ写っている、はい はいこれもあのカフェタイムのあのテイクアウト用のバナナスムージーですねはいあの店頭あのうちの店店の前があのちょっとで出窓のカウンターになってて、うんえー、窓も開くので、うん、そこであのテイクアウトでバナナスムージーも販売してますはい。これ知らなかったあーそうですねこれ最近始めたばっかりなんで、うん、まだあのちょっと宣伝弱いんであれですけどはいえー、これからちょっと 暑いいい時期に向けてて売り出しきたな気温が上がってくるとやっぱりどうしても冷たいものも飲みたくなりますしこれはノンアルコールこれノンアルコールはいそうですねでお店でフレッシュフルーツのカクテルとか作るんでそういったフレッシュフルーツを使ってシンプルなバナナスムージーもありますけどもそこにいろんなフルーツ加えて少しアレンジしてっていうものもはいこれフレッシュフルーツ加わってるんですかそそううででですすバナナもフレッシュはい フルーツもフレッシュのものを入れて僕らのカップに絵が書いてあるだけかと思ったこれあスライスしてカップの縁に貼り付けてリアルキウイでキウイとリアルオレンジリアルイチゴですねじゃあ最後こうスプーンじゃないけどもストローでこう作ってすって最後食べられるへえすごいちなみにあのそれぞれお値段ってどれくらいでシンプルなバナナスムージーが500円で税込みで えっっととちょっとフルーツ加えたものは五百五十円という形ではい。そうなんですねそうですはいコインでそうですね,ねお手頃だと思いますこちらのカクテルの方、うよとセットのほうは,はセットで千二百円です1200円、はいはい、カクテルプラスよ、はい、うかんで1200円ちょっとのフレーバーを選んでもそこは一律にでどれも一律ではいへえそうですかでもどうですか今まではね、うん 6時からの営業で、はい、本当にこう暗くなってからのお客さんとの相対することが多かったと思うんですけれども、うんえー、カフェタイムにこう踏み入ってみてはい、はい、何か新しい発想そうですねやっぱり今までバーに来たことないお客様がお見えになるようになったんで、うん、結構あのもう店の前はずっと昔から通るけど気になってたけどちょっと入りづらくて入られなかったっていう方が、うん、まあカフェタイムやってるとまあちょっと勇気出して扉を開けてくれたりするんで、うんはい、そういう面では。 新しい出会いというか、うんはい、もあります、ねえー、また一遍おなじみになると、はい、じゃあ、今度また暗くなってから次からね、うん、そう,うちの店って、一回入ると皆さん、あこんな入りやすい店だったんだとかね、うんあ、こんなリーズナブルに楽しめるんだっていう、ちょっと外から見るとバーって敷居が高かったりとか、ちょっと高いんじゃないかとか、座っただけで何千円と取られるんじゃないかとかって恐怖心があるんですけど、うちは全然そういうことないんで。うん 気楽に使っていただけるお店なのでノーチャージ、ノーチャージ、ノーチャーム。これ、横文字苦手な方に、そうですね、チャージというのはま量、積量なし、でチャームというのは突き出しみたいなものですね、突き出しもないですよ、だから注文した分の料金しかいただきませんということですね。ということで、安心してご利用いただきたいなというふうに思います。いやでも本当は ウィズコロナのこう振る舞い方というか、うん、ウィズコロナならではの工夫、うん、そして、えー、進歩をされてますよね、うんうん、ああありがとうございますまあでも、うん、そうですねやっぱりまあこういうのねいつまでも沈んでてもしょうがないんで、まあ、その中でなんか、うん、僕らも楽しめるようなことを見つけていかないとっていうことで、うん、まあ チャレンジのいい機会かなと思ってやっててやますね、はい、その分お店に立つ時間はでもうちあの、うん、スタッフたくさんいるんで <laughs> その辺はなんとかあのみんなで協力しながら<ー>、はい、やっぱり健康第一ですからね,そうですね僕自身も免疫力高めてちゃんと睡眠とって、うんはい、休まないといけないんで。はい ということで、じゃあ改めて、ね、セントルイスの、えっと、基本情報といいましょうか、はい、お店のオープンの時間と、はい、お休みのとこのあたりをご紹介いただいてもいいもですか、はいはいえー、と一応、お店、平日月曜日から金曜日は、えー、午後5時オープンで、えー、閉店が、えー、午前2時、はい、2> で土曜日が、えー、午後3時オープンの、えー、午前3時まで、で日曜日が、えー、午後3時オープンの午前1時まで、でえー、年中無休で毎日やっております。はい、はい ね、ノンアルのもの、はい、プリンも今、大人気ということですので、はい、ぜひぜひお立ち寄りいただきたいと思います。最後、カメラに向かって、はいはい、安田さん、一言メッセージ、お願いしますまだまだ大変な時期、えー、続きますけども、まあ、そういった中で、えーまあ、少しでも、ね、皆さんにもあの楽しんでいただけるような空間、安全安心に気をつけながら、えー、提供していきますので、えー、また今後とも、えー、ジガーバーセントルイス、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました、はい はいこの時間はサントリージガーバーセントルイスのマネージャー、安田剛さんにお越しいただきました。ありがとうございました。